007慰めの報酬は2008年のスパイ映画 E-On Productions が制作したジェームズ・ボンドシリーズの第22作目にあたる。監督はマーク・フォースター、脚本はポール・ハギス、ニール・パービス、ロバート・ウェイドで007カジノロ・ロワイヤルの直接の続編であり、ダニエル・クレイグが架空の魅力調法員、ジェームズ・ボンドを演じる2作目の作品である。タイトルは 1959年に出版されたイアン・フレミングの0075の冒険に掲載された短編小説から撮られたものだが本作にはその物語の要素は一切含まれていない。2008年10月29日にオデオン・レスター・スクエアで初公開されクレイグの演技やより暗く厳しい現実的なトーン映画のアクションシークエンスなどを主に評価しながらも前作 零零七カジノロワイヤルに比べて印象が薄いと感じられるなど、総じて賛否両論の評価を受けた。2016年9月現在、全世界で5億8900万ドルを稼ぎ出し、インフレーション調整なしのジェームズ・ボンド映画としては4番目に高い工業収入を記録し、2008年の7番目に高い工業収入を記録した作品となっている。本作に続いて、 零零七スカイフォールが公開された。前作、零零七カジノロワイヤルからの続編となる。前作のラストシーンの直後からストーリーが始まる。設定とされている。相変わらず組織から理解されずにいたジェームズ・ボンドは、将来を誓い合いながらも、ベネツィアで死んだ英国金融活動部のベスパーを、操っていた男、ミスター・ホワイトを、唯一の手がかりとしてその背後にある組織を探っていた。 場所はイタリアのことシエーナ。ボンドは謎の組織の構成員が操るイタリア車と激しいカーチェイスを繰り広げた。その後、なんとか銃撃をかわして、ミスターホワイトを M の元に連行するも尋問中に仲間内で突然の裏切りが起こる。結局、ミスターホワイトは裏切り者の手引きにより逃走。ボンドは裏切り者を追跡の末、生け捕りにせず殺してしまう。 だが、裏切り者の残した手がかりからボンドは、ある一人の男の存在にたどり着く。エドムンドスレイト、この男は、裏切り者が残した紙幣と同じ連番の紙幣を、所持しており、その紙幣は、ルシッフルの違法取引に使われたものだった。ボンドは、ロンドンからスレイトが滞在しているハイチのホテルに向かう。ホテルでスレイトの部屋に押し入ったボンドは、またもや生け捕りにせず殺してしまう。 手がかりを失い、途方にくれるボンドだったが、スレート宛に届けられた荷物がないかどうかをフロントに確かめてみることにした。すると、偶然にもブリーフケースが届けられており、ボンドは見と目の似ている。スレートになりすましてフロント係かからケースを受け取り、ホテルを出る。すると、そこで、カミーユという女と出会う。スレートになりすまし、 彼女との商談をまとめようとするうちにケースを開けると中には銃が入っていた。スレイトは地質学者ではなく殺し屋だったのである。カミーユは当然それを知るはずもなくボンドを突き飛ばすと車で逃げ去る。ボンドは尾行していた監視役の男からバイクを奪い、ドミニク・グリーンというフランス人実業家にたどり着く。この男の表の顔は グリーンエコロジーを歌った NPO 法人グリーンプラネットの代表者。しかし裏のは、ヨーロッパと中南米を行き来し利権のために元ボリビア軍事政権トップであるメドラーの将軍のクーデターを支援する巨大組織の幹部であった。一方、かつてメドラーの将軍に家族を殴り殺された女、カミーユもまた復讐心を秘めてグリーンに近づこうとしていた。グリーンは ボリビアの天然資源の採掘利権を餌に秘密裏に CIA 南米支局とも連絡を取っていた。この利権をめぐっては様々な駆け引きが裏で繰り広げられており、そこには英国の政府の中枢部の一部も関わっていた。そのためボンドは祖国や味方であるはずの組織からも追跡を受け、犯罪の濡れぎぬまで着せられてしまうが、鋼鉄の意志を曲げず、 今や自分を始末しようとする CIA の追ってからも逃れながら、カミーユと共に天然資源利権の背後にあるグリーンの陰謀を阻止すべく立ち向かっていく。各数軸国に陰謀を通じた投資を圧戦する組織の名前としてタイトルのクアンタムが使われ、ミスター・ホワイトやドミニク・グリーンが俗し魅力中枢にも要因が送り込まれている。 主人公のダニエル2019年12月18日発売の007ダニエル・クレーグ4ケーブルトライ d ボックス8枚組ブルーレイの4ケーブルトライ d ディスクには3種類の吹き替え版をすべて収録。ボンドガールに選ばれたのは若手のオルガ・キュリレンコだった。彼女は15歳の時にモスクワに引っ越し、16歳の時にはパリに移住した。年 彼女はパリに拠点を置くマディソンのモデルエージェンシーと契約を結び広報担当のバレリー・ローゼンと会った。翌年18歳までに彼女はボーグとエルなどのファッション雑誌の表紙に登場した。彼女はマダム・フィガロとマリ・クレールの雑誌の表紙にも登場した。彼女はベーベ、クラランスおよびヘレナ・ルービンシュタインのブランドの顔にもなった。彼女はまた ロベルト・カバッジと、ケンゾウ、ビクトリア・シークレットのカタログにも登場した。1998年に彼女は、フランス系アルジェリア人で、ライスタイルのシンガー、フォーデルの曲にも出演した。彼女の演技出演の一つは、2003年に、シールのミュージックビデオ、ラブズ・ディバインに出演である。その後、彼女の映画女優としてのキャリアは、2005年に、フランスで始まった。 薬指の標本、パリ、ジュテーム、ヒットマンなどの映画に出演した後に、彼女は、ボンドガールに選ばれた。ネット上のアグリゲータレビューである、ロッテントマトズは、293件の口コミをもとに、して65%の支持と平均評価6.16、10を与えた。このサイトの重要な評価は、残酷な、クアンタム・オブ・ソラースは、熱狂的なアクションとともに、 穏やかな感情を提供するが、カジノロワイヤルに続いて、この映画はまた少しがっかりさせた。メタクレティックサイトは今後または平均レビューにおいて、48人の非評価により、100のうち58の過重平均スコアをつけた。三代目ボンドを演じたロジャームーアは、まるで長いだけでまとまりのないコマーシャルのようだ。と否定的な評価をしたロジャームーア。 先輩ボンドのショーン・コネリーは何を喋っているのかわからない上映時間はシリーズ最短の約106分でボンドの決め台詞、ボンド、ジェームズ・ボンドは登場しない。ストーリー中で英米の情報機関、政府内の暗部を取り上げている。また以前のようなアイディア満載の奇想天外なボンドグッズはほとんど見られず、その代わりに多機能携帯電話が情報収集や 情報活動に活躍するなど、時代の変化も顕著に描かれている。映画の中に出てくるボリビアの水資源をめぐる策略も、水の危機という世界的問題のほかボリビアで起こった水道民営化とコチャバンバ水紛争という実際の事件に基づいている。タイトルデザインはダニエル・クラインマンに代わり、ホースター監督作品、主人公は僕だったに参加した。 MK12 が担当。新しい試みと原点回帰の両方が盛り込まれている。MK12 は、ミロカ本部のテーブルや大型モニターに映る、多数のモーショングラフィックも手掛けた。シエナ、ポルトープランス、ブレゲンツといった地名のレタリング制作は、ジャッカルのメインタイトルも手掛けたトマトフィルムである。シリーズ最多の6カ国で撮影された。本作の撮影中は、 トラブル続きであった。口述の車両事故のほかチリでのロケでは、撮影に反対する現地の町長が車で、セットに乱入し、逮捕される騒ぎが起こった。また、ボリビアの副教育文化省は、作中に、ボリビア人とされる、麻薬密輸業者が登場することについて、プロデューサーに抗議文を送った。さらに、 ダニエル・クレイグは撮影中に指に負傷し、顔にもハ針縫う傷を負って、撮影終了後に美容整形を受けた。ボンドカーはオープニングで激しいカーチェイスを繰り広げた。なお、2008年4月19日午前6時、イタリアのガルダコでのロケのため、スタントマンが DBS を撮影場所まで移動させていたところ、コントロール不能になって車ごとこに沈んでしまうという、 アクシデントが起きた。車の引き上げの模様は衛星テレビのスカイイタリアで放送された。スタントマンは救助隊に救助され軽傷ですんだが、この時撮影に使える DBS は湖に沈んだ一台だけだった。事故はそれだけでは終わらず、アルファロメオが大破した3度目の事故では、スタントマンの一人が渋滞に陥った。2008年10月29日にロンドンで開催された ザ・タイムズ・ブフィー、ロンドンフィルムフェスティバルでプレミア公開され、2008年10月31日にはイギリスとフランス、スウェーデンで一般公開された。欧州では007日なんで11月7日に公開した国が多い。日本では他国から2ヶ月ほど遅れて2009年1月24日と世界で最も遅く公開された。 零零七シリーズの放題が英語のカタカナ表記ではなく日本語となるのは1989年公開の零零七消されたライセンス以来。前作同様、配給はソニーピクチャーズエンターテインメントが担当したが、ブルーレイディスクと DVD の発売元はソニーピクチャーズエンターテインメントではなく20世紀ホックスホームエンターテインメントジャパンが担当しており、 以後のソニー配給の MGM 作品でこの体制となっている。これはソニーが MGM 作品における DVD などの販売権を失ったからである。ブルーレイは6月19日、DVD は6月26日と、ブルーレイが1週間先行して発売された。前作の大ヒットやシリーズ初の続編など話題にはこと書か,かない状況だったが、 各国の工業収入は思うように伸びなかった。また、作品評価も評価やマスコミからは低評価が多く、一般観客の評価でもメタクレッティックの評価は、前作の81点に対し、58点と大きく、下回る結果となってしまった。映画タイトルとは異なった、アナザー・ウェイ・ツーダイを担当したのは、アリシア・キーズとザ・ホワイト・ストライプスなどで活躍する。 ジャック・ホワイトとの共演007シリーズ史上初のデュエットだったことなども含め話題性は十分だった。イギリスのチャートでは最高位9位と検討したがアメリカのビルボード誌では最高位81位だった。また同サウンドトラックアルバムはチャート入りしていない。人形ではなくジェマが実際に全裸で黒の塗料を塗られてベッドに横たわっている。 ありがとうございます。